こんにちは。今日は、顎関節症の方に行う、外側翼突筋の、セルフマッサージの仕方をお伝えしていきます。まず外側翼突筋ってどこにあるかっていうと、これ顎の骨の模型なんですけど、このここが顎関節なんですけど、顎関節この下顎骨って骨のこの関節の表面じゃなくて、この関節のこの中のこのここじゃなくてこの裏側というかね、開けた時のこの裏側から長頸骨のこの辺までついてる筋肉です。なのでこう中にあるから表面から触っても触れないので、口の中に手を入れてマッサージする必要があります。まあ、実際どうやってやっていくかっていうと、まあ、こうやって見たら上顎の奥にあるので、こうやってこの長頸骨の部分がね、あの上顎を触っていって、でへっこむとこあるので、へっこむとこまで触っていって、そこから手をひっくり返して、であの軽くいいとしたら膨らんでくる筋肉があるので、そこが外側翼突筋なんですけど、まあ、ここ触ったままあの上からここさ中触ったまま上からこう触るのとこう触る風にしてサンドイッチしていく感じですね。ここ中下で触ったまま下の繊維と上の繊維を触っていくっていう感じです。まあ、仮にあのこっちの顎が顎関節症でガクガクなるとか開けにくいとします。がこの状態であのこっちがしんどいとしてマッサージしていくんですけど、まずあの患者さんだったらゴム手袋とか、まあ、使いますけど、今は自分自身でやるので、まあ、何もなしで、右の顎をやるときは左手の人差し指をこう歯の上の歯の奥の歯茎の上の方まで行ってたらへこむとこあるので、へこむとこまで行ったらこう今こうやって入れていってます。入れていったらこうやってひっくり返す、こうやって入れていったらこうやってひっくり返す。そしてこの状態で軽くイーッとすると中で膨らんでくる筋肉感じます。それが外側翼突筋なので、こう入れていってこうでイーッとすると、それとあとかがあの関節のこのこっからこういう風に来る繊維とこういう風に来る繊維があるので、ここ押したままこうやってマッサージするのと、こっちの方向目の方に向かってマッサージしていきます。実際やるとこうから軽くイーッとして膨らんでくる筋肉感じて、そっからこのここに自重ってあるんですけど、この自重の少し前にこうやって上げたら関節感じるので、こっからまっすぐと目の方に、これでサンドイッチする感じ。これを何回かしていきます。それのその後に口開けてもらったら、まあ、ガクってなってる方とか口開けにくい方が、まあ、開けやすくなるので、まあ、こんな感じでやってもらったらいいかなって思います。今日はこれで終わりです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。